シャルル・アラン・ガブリエル・ドロアンは、ブルボン朝末期フランスの貴族、帝臣。フランス革命後は、オーストリア帝国に移住、帰化した。フランス貴族として、モンバゾン公及びゲメネ公の爵位を、オーストリア貴族として、ロアン公の爵位を有した。この他親族関係により1816年より、ブイヨン公爵くらいの保有をも認められた。ゲメネ公アンリとその妻ビクトワール・ドロアンの間の第二子、長男。洗礼式は、パリノートルダム大聖堂で行われ、母方祖父のスービーズ公、シャルル・ドロアンが大父を、ひいばばのゲメネ公妃ルイーズ・ドロアンが大母をそれぞれ務めた。王太子の従者ジャン・バティスト・クレリの妻、マルグリット・ロラン夫人に養育された。1781年5月29日パリにて、ダルマンティエール公爵、ガブリエル・ド・コンフランの娘ルイーズ・アレー・ド・コンフランと結婚。間に、一人娘ベルト・ドロアンを設けた。父は、王室侍従長、母は、国王ルイ16世夫妻の子女を養育する王家のガバネスであり、共に、宮中の重要な役職を占めたが、1782年事業に失敗し莫大な債務を抱えて破産したため、その職を追われた。借財の返済のため、一家の本邸オテル・ド・ロアン・ゲムネなどの多くの資産が売却された。革命前はフランス軍に士官として仕え、王子ルイ・ド・ロアン枢機卿の所有するバゾン連隊の連隊長を務めていた。同連隊は不評大隊1隊、骠騎兵中隊2隊、砲兵大隊2隊で構成されていた。フランス革命後の1792年、一族と共にオーストリア領に亡命、神聖ローマ皇帝レオポルト2世の保護下に入り、反革命のエミグレ軍の指揮官となった。王子ロアン枢機卿の組織したロアン連隊の連隊長となり、同連隊が解散する1796年まで務めた。1798年より正式にオーストリア軍に入隊、陸軍大佐の階級を授けられ、同年7月より第2軽装両兵中隊の指揮を任され、イタリア戦役に従軍。1799年4月8日、中隊を率いてイドロ湖畔カッサーノに入り、サンアントーニオの堅固な基地を守備するフランス側の連隊を襲撃し、この陣地を奪い取った。ロッカダンフォーのフランス側の要塞近くのダムの破壊に成功し、これによってヨシップ・フィリップ・ブカソビッチ将軍の軍団をブレシアまで前進させるができ、同地でシャルル・アランの中隊は、同軍団の右翼に合流した。ブカソビッチ軍はで1799年4月28日のヴェルデー領の戦いに圧勝し、フランスのセリュリエ将軍率いる師団を撤退させた。ブカソビッチ軍はそのままノバーラ、ベルチェッリを経由して、ピエモンテ地方のイブレアまで進軍、バルド要塞を占領して、アオスタ渓谷へのルートを確保し、軍の主力部隊はトリノを解放することに成功した。この戦功から1800年10月29日付で陸軍少将への昇進を約束され、1801年1月18日の辞令で正式に昇進した。1801年8月18日、マリア・テレジア軍事勲章騎士賞を受けた。1805年、南ドイツに駐屯するラトゥール騎兵連隊及び、ハンガリー骠騎兵旅団の司令官に就任。フェルディナント・カール大公の率いる師団がウルム戦役で敗走すると、これに従ってボヘミアに退避した。退却戦の伝軍を務めたシャルル・アランは戦闘で重傷を負い、短期間フランス軍の捕虜となった。プレスブルクの和約締結後の1806年2月1日、シャルル・アランは軍の実務から退いた。1807年9月2日、名誉的な陸軍中将の肩書きを与えられた。1815年のドイツ解放戦争後、正式にオーストリア軍を退役した。1802年ブイヨン公、ジャック・レオポールの死で、ラ・トゥール・ドーベルニュ家の生着が絶えた。彼の叔母マリー・ルイーズを祖母に持つシャルル・アランには、女系相続を容認するブイヨン公爵くらいの請求権があったが、ジャック・レオポールは、英国の海軍中将、フィリップ・ドーベルニュを養子にして、爵位を相続させると宣言していた。ウィーン会議後の1816年7月1日にライプツヒで行われたオーストリア、プロイセン、サルデーニャの3カ国の政府委員の仲裁裁定により、ブイヨン公爵くらいの正当な相続者はシャルル・アランと取り決めされた。ところが1824年、オランダのリエージュ上級控訴裁判所は、ロワン家のシャルル・アランをブイヨン公爵とするライプツヒ裁定を無視し、コンデ家のルイーズ・アデライード内親王、ルイスタニスラ、ドラトレモン友好使、ポワ公爵未亡人、アンヌ・ルイーズ・マリーの3人を、ブイヨン公爵くらいの対立請求権者と認めた。シャルル・アランはこれに抗議したが無駄で、ブイヨン公爵くらいの相続者の決定は留保された。1820年、北ボヘミア・ライヒエンベルク郊外のシフロフ城と周辺の広域な所領を購入し、ビゴロアン家はボヘミア貴族として定着した。1823年金羊毛騎士団の騎士叙任を受けた。シャルル・アランが1836年に亡くなると、彼の一人娘を妻としていた実弟ビクトルが、ロワン家家長を継いだが、子供のないまま10年後に死去した。ロワン家の家督は彼ら兄弟の甥カミーユに引き継がれ、カミーユの代に、ロワン家のブイヨン公爵くらいの保有は確定している。コンスタンティン・フォン・ブールツォボック、ロワン、ゲモニー、ヘルツォーク・フォン・マントバザン、カール・アロイス・ガブリエル・プリンツ・イン、バイオグラファイ・シーズ・レクシコンでケーザー・セムズ・オステライク、26、タイル、ケッツ・リック、コニグリーチ・ホーフ、ウント・シュターツ・ドルクライ、ウィーン1874、S279、陸軍元帥、シャルル・ジュスト・ド・ボークラン公とマリー・ソフィー・シャルロット・ドラ、トゥール・ドーベルニュの間の一人娘。ありがとうございます。